レオン・ジェームズ・デワイズ・ジュニア、別名、リー・デワイズは、アメリカ合衆国、イリノイ州、マウント・プロスペクト出身のシンガーソングライターで、オーディション番組、アメリカン・アイドル・シーズン9の優勝者。2009年6月22日に、シカゴの予選に出場し、合格する。オーディション時の職業は、ペンキ店の販売員。それ以前にも、獣医師の助手。 株式市場でのアシスタント業務など、様々な職を経験している。シカゴでオーディションを受け合格した13人のうちの一人であった。ハリウッドウィークでは後に準優勝するクリスタル、バウアーソックスらのグループの中でオーディションを受け見事、トップ24の中に合格する。トップ2では、審査員、サイモン・コーワェルに絶賛され、一度も、 最下3位に入ることなくもう一人の広北リスタル、バウアーソックスを破りシーズン9の優勝の座を手に入れた。地元シカゴのインディペンデントレーベルウーリレコーズからアルバム2枚をリリース。アルバム3枚の契約を結んでいたが、アメリカンアイドル出場のため契約を解除。また、このレーベルより、アメリカンアイドル放映中の5月12日にシングル、プリンセスが、 ダウンロードシングルとしてリリースされる。出場中の候補者の曲が番組放映期間中にリリースされるのは異例中の異例であり大きく話題を呼ぶ。アメリカンアイドルの制作者、サイモンフラーの RCA レコードと契約し、デビューアルバムは10月26日に全米で発売予定である。 http://news.livedor.com スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ4845840スラッシュ http://www.mtv.com スラッシュスラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ1639378スラッシュ20100517スラッシュストーリー .jhtml ありがとうございます。